筋ソテーじゃない。落ち着け。下げるのは別に何でもいい。うん。これをうどんにしといて、これでええはず。え、ちょ待って。おるか、3号艇でほんまに。ここだ、違うな。この人たちじゃない。2号艇か。どこや？今？いや、そんなのは今どうでもいいんだ。せめて100位以内でいいんだもん。あ、ちょっと待って、まあもうしゃあない、しゃあない、しゃあないわ。あ、来た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 。どこ？今目の前、この店。あ、来てるわ、よしよしよし、3号店やな。よしよしよし、ちょ、待って。今、俺3号店にセットしてるな。したよ。あ、よし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 。大丈夫。オッケーオッケー。来た。連打すんな、俺。おすすめを食え食え、そしてすぐ外したらいいかちょっと帰るまで待とうか一応これで文句言うなよ。まだ出されてないからな。はい、焼き子、うん、アートにしてくれハンバーグ出るなよ。あと他の客ハンバーグ頼むなよ。やめてくれよ。おお、100点や！よし、来た。なんちゃうお魚一枚出発 !32 万円やったー。こつい。いや、まあ赤字ではあるんだけど。いや、黒字や。35万やったから42万やったら黒字。うん。メニューや。シューマ、持ってるー持ってるー。お、魚介類。なんでお前に船買ったらないかね。おかしいやろ。急いでハンバーグを下げるんだ。店長、ハンバーグはもうありませんよ。ああ、大丈夫か今、厨房で作ってなかったか、ハンバーグ。作ってたかわからん。ほら。出てない、出てない。あれ、チキンソテーか？チキンソテーじゃないか。ほら見て見て見て、あるでしょ今。あったあったあった。あ、ごめん、魚介のルートそのままやってもた。まあ、4月やからええやろ。有名記者もうなったって書いてる。大人気。やったぜやったぜ。これで、うん、記者の欄はもう潰れたのかな。また呼べるんじゃないかな、ちょっとしたら。おいおい。その覆面調査員って怖いな。うん、もうちょい後でいいか。覆面調査員ってことは言葉通りに受け取るなら、うん、どれかわからんってこと。そう。私取材に来ましたって言ってくれない誰かが評価するってことでしょ。マジで。今みたいな狙い撃ちが。あ、やっぱり出てた。ブッツも出てた。だから今その団体客も今食ってたぞ多分。マジか。チキンソテーでした。ああよかったグラフィックが一緒なんじゃ。ああハンバーグ痛いよ。きつい。ハンバーグ何個で出た。16。え、そんなに出たか。13、8つぐらいじゃなかった。 6個が8つとかだったってことはマイナス、24万ぐらい。あれ12万2000やった。じゃあんどういうことだ。どういうことだこれちょっとじゃあハンバーグ置いてみていい。全店舗に一応。あー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 よん1万2000円の説明がつかない。つかないよ。これ、売れた個数に限らず、うん、1ヶ月あたりそれをメニュー展開するのに6万2500円かかるのかなっていうことを今考えたんだけど。俺もそう思ったんやけど。違うよね。なあどういうことだってばよ。俺たちがおかしいのか。
このゲームがおかしい。わかんねえ。とりあえずちょっと様子見ようじゃないか。え、だってそれでいくんやったら野菜炒めも強化した方がいいってことになるよな。仕入れの値段は度外視して、結局その単価上げ上げ路線で、そうの方がいいということになるけど、ちょっと様子見ようか。オッケーオッケー。あの俺らのなんか認識が間違ってて、やっぱり赤字垂れ流し放題でしたになると怖いので、ゲロ吐くな。ちょっとこの5月様子見よう。オッケー。5月に各店舗にハンバーグを出して、ちょっと様子見よう。どうなるかちょっと見ようか。なら大赤字になったら、すぐ引こう。おしまいですが、そうでもなくて、むしろ売り上げも上がってるんだとしたら、その、いいよね、仕入れ度外視計画でやってみましょうか。そうだね。グラフすごいことになってるな。5月、運命の5月の運営が終わりますよ。ねえ。ああどうなる。ハンバーグも結構食べてますよ。果たして赤字なのか黒字なのか。怖え。普通のあの文字情報だけ見たら、どう考えてもあんなもん置かないけど。そう、あんなもんって。あんなもん。さあ運命の。ブワー。待って、ジョンさん。はい、一応左の数字も見せて。うわ、棒グラフが異様に伸びてることに気づいたからさ。1号店にだけ置いとくか。ってことは、今19万出てったけど、はい、3店舗合計していくらだ今。一番上が40何ぼかと20円だから、だって、ね、80万ぐらい稼いでる。パス足したら90万ぐらいいってるわけだよね。ああ、やりましょう。これはありか。ありだろ。ありやな。ハイリスクハイリターン。まあそうやな。これはありやな。よし、じゃあジョンさん。はい。俺たちは。オッケー。営業10年目にして大幅な路線変更。オッケー。高級な食い物を出すぜ。野菜炒めの出番だ。タケノコも買っとこう。よし、じゃあ。じゃあちょっと改めて見ていこう。はい。メニューの開発するじゃん。うん。野菜炒めだね。ここまでやったからハンバーグ一本で食っていっても、まあ面白いとは思うけど。いやでもこれやったら多分。まあでも、メニューが結局いろいろ並んでる時の選択肢は増やしといた方がいいよ。絶対。わあ、キクラゲ使っちゃっていいかしら。クラゲ中華料理には使うよな。使うね。味噌でもええけど。伸びが全然ちゃうもん。野菜炒め以外にあの手のメニューってないんだって。仕入れの高いやつ。あー、わかんねえ。ちょっと待って。ちょっと見てみて。多分あったはずなんだよ。なんかあったっけか。あって、あ、これは並べられないねっつっていろいろ見てた。いちごパフェ、ハヤシライスは、で、あ、でもハヤシライスはでも置いてる。あれ？でもハヤシライスポテンシャルはあるんじゃない？あるかもな。他にもちょっと見ようぜ。半分ハンバーグ。親子丼？親子丼は微妙なの。いやでもあれだな。一回ちょっと考えをリセットすると、うん、結局仕入れ値はあんまり見なくていいってことが分かったから。そうだね。値段がとりあえず高くて、まあ、味だなんだのがステータスも高い方がいいと。じゃあとりあえずはあれじゃねえのか、やっぱり野菜炒め。野菜炒め1400円。まあでもそんなもんか、うん、よし、とりあえず野菜炒めで売り上げ約2000円ぐらいいけるといいね。そうね。いそう。とりあえずこれでいくか。いやあ、常識を覆されたハンバーグ事件。なあ、鬼ハンバーグ事件。仕入れが高かったら普通出さない
じゃん。まあな。それが普通じゃん。っていうことはさ、逆に言ったらさ、お店のさ、メニューさ、ハンバーグだけにしたらいいんじゃね？いや、いいと思いますよ。それできるんですって、今更ですけど。減らせますね。はい。ハンバーグと野菜炒めでやっていこう。うん、野菜炒めは強化してから入れるよ。今は、大損だから。でも損しないって分かったじゃん。でも1000円やで。今は。1400円で今。1400円やろ。今、4300円の邪魔ならん。オールハンバーグ。そもそも爽やか。来んのかね、そんなこと。名前、爽やかにしようぜ。爽やかはパックリすぎだろ。曲げやかにしよう。そのままじゃねえ。そのままじゃねえか。曲げやかにしようぜ。なんだ曲げやかって。知らねえ。あ、レシピやって。ラーメン。ラーメン。うどんに鶏肉？それは鶏肉うどんや。ラーメンを舐めるな。な。なんぼほどカスイリーすごい気配ったと思っとんの。お前言うたれ。おい、金がゴリゴリ増えてくやんけ。お前は製麺作業で店の金4桁台まで減らしたことがあるか。こっそら麺屋バカ1台やぞ。5月終了時点で確か90万台でしたよね。いや、もっと低かった。48万とかやったね。何でしたっけ。まあ食材買ってたし使ったから。で、今から左側に売り上げの棒グラフが出てくると思うんですけど、さあ来い。え、逆に今までの10年間何やった。100万稼いでろ。いや、俺たちはなんて無駄な時間を。おい、聞いてないよ。聞いてないよ。100万稼いだぞ1日で。じゃあもうやりたい放題できるやんか。てかこれさ、もう呼べるじゃんこいつ。どの店にももう一押しハンバーグしか置いてないんだから。確かに。まあまあまあ、ただハンバーグの C ランクが高いのか低いのかは、ちょっと、まあ、少なくとも E ランクよりは高いですね。まあ、そりゃそうだけど。店長さんがどれだけのそのグレードで満足する人間なのかは。ああ、それは確かにそう。だから C は、俺らの中では高いけど。うん。多分 B も A もあるんでしょ。やろうね。でも、ハンバーグめちゃめちゃ売れてるで。当たり前だろ、ハンバーグしか出してないんだから。野菜市場や。いいじゃん、野菜市場。お金拾ってきた。おお、いいじゃん。果物も入る。いいね、あれ、ナイジェル竹山なんてやつおったっけ？単語店用に。とりあえず雇った人じゃないですかね。やったかな。メニュー、お、唐揚げ持ってなかったか。いいぜ、おい、持ってない持ってない。てか、あったとしても、から、あの、トリンクラインだからダメだろ。おー、ラグジュアリー。ちょっと待って、まず、どうやって作るか見ようぜ。しかも、トースター。どうして唐揚げにパン粉は使わないぞ。ほんまやな。唐揚げにパン粉使わんな。なんでやな、ほんまに。飯作ったことない人。ちょっと、見てくれ。ゲーム作ってる。ゆきちゃん、大繁盛やぞ。13個買ってる。15個買ってる。あれマジで、この10年目までの苦労、一体何っていう。パーやな。あいつにな、ねえ、ナボード気使ってもさ。データスが高くて、データスが高いもん、
まあ、どれだけ値段して、どれだけ仕入れ値あったとしても、これ一本でやっていけるという。俺たちは、なんて無駄な時間を。みっちゃんの気持ちになるわ。スラムダンク。どうしよう。俺たちは、みっちゃんまだ2年やったけど。17個で7万3000円売れてるぞ。まあ、ハンバーグ17個食うやつ何？すげえな。もう初めてのやつ何でもやらせよ。うん。もうなんか、どうでもよくなってきちゃった。おい。しかも、ね、わかるけど。結局さ、作ってんのハンバーグだしさ。君、自暴自棄になるなよ。なるだろう。いいことあるって。15年でクリアできま、するんですみたいなことを最初に聞かされて、9年棒に振ってんだぞ。まあ、棒に振ったってことはないけど。やばー。ほら見ろ。もう右上の数字見てみ。楽勝やんけ。おいよ。俺らこの金額稼ぐのよ。半年ぐらい待ってたんだぞ。半年じゃ効かないな。効かない。1年待ってたと言っても過言だ。1年待ったよ。さっきまで、あ、やったね。最近は30万ずつ売り上げが上がるようになったぞとか言ってたけど。今3倍のスピードで進んでますからね。儲かってるよ。そりゃそうだよ。ほらソファー125万するよ。置けるもん、すぐ。見てごらんよ、60万稼いだよ、3号店。3.5、合計で130万ぐらいですね。いやー、さあ、野菜炒めもどんどん強化していきますよ。もうこうなったらね。160万か、どこでもいいから、増築するか。おう。お、覆面調査員来た。来た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 。覆面調査員が来たってなんでわかった？え、来ましたよって言われたからや。いやだから覆面なんだろ。それはあれやん、お金的な問題でこそっと言うてくれんねやろ。もし寄付地行きますよって。3号店大きくし、じゃあ1号店大きくしようかな。さあ、ハンバーグ。あ、違う、覆面調査員って覆面や。そういう覆面かよ。バカ野郎が。バカ野郎、うちはハンバーグ1本なんだ。そういうことやったんやな。覆面調査員やわ、確かに。まあでも問題は点数だ。ウィットが効いてて面白いよ。14点からどれだけ上がる？78。ああ、ちょっと足りてないかもな。やっぱり C は足りんのか。足りないみたいね。80、やっぱ100点は欲しいのかな。拡張しようか。あ、よく考えたら移転できたよ。いや、でも1位取ってないもん。いや、うん。あれ、3号店の場所は1位取ったんだっけな。取ったよね。うん。一番初めの2つは取ったよ。移設もありだったな。まあまあまあ。じゃあね、とりあえずどのお店も中規模ぐらいまでは突破しろ、拡張するっていう。限界。なんか主婦溢れとるの。一人溢れてたな。土産プレゼント。腐ってんな。うちハンバーグしかないんですけど。手土産ハンバーグ。レトルトな。天然水の導入。やる、あ、ないわ。高っ。で、今日はやったら多分お金なくなるから明日にする。栄養バランス構成。なんかいろいろなんか始まったな。な。急激に。特命キモコ。あ。あ、こいつお前あれちゃうんけ。 あれだやっぱそうや。どれだけ金の稼ぐペースが早まっても苦い思いを拭い去ることはできない。辛いな。あ、見習い。お、見習いからのマネジメント。これ悪い。63万も稼いでる。
おい、正解やぞ。ハンバーグレストランにして150万ぐらいですね。やったな。上がらんのかい。上がらんのかい。ちょっとハンバーグやりましょう、今度。ハンバーグやるか。C より上を目指さないと、あの覆面は倒せない。そうやな。バターいっぱいあるわ。ダブルバター。イエーイ。いけーい。ギットリと。ムニエルみたい。食ったやつ唇ぬるぬる。ペッカペカ。あ、広なったな。でかいテーブル置いてますね。まあでもお前が置くテーブルいつもしょぼいんよ。おお、めっちゃすごいのである。立つか。部長が来た。ああ、お土産プレゼントってそういうことか。まだホール足りへん。見てや、すげえ売り上げ。味を魅力500か。うん、まあ、すげえハンバーグ。こいつ無駄な動き多いって。右往左往すんなって。なんぼ食いたいねんと三国志大戦ってちょっと似てるな。なんぼ食いたいねん。三国志大戦。じゃんじゃん。おもろかったよな、三国志大戦。知ってる？知ってるよ。やってた。やってないけど。ああ、そうだ。俺はやってた。流行ってない。みかん箱。どういうことなの？テーブルセット？外国人向け。怒られるぞ。値段安。1万円。ほんまに怒られるぞ。個室置こうかな。まあ、まだ外国人呼びたかったら他のカウンターいくらでもあるからな。ああ、お金はあるんや、もう俺たち。よし、栄養バランス。ああ、いいですね。その下の外国語なんちゃらってのは、外国人増える。おお、そうか、同時にできるのか。同時にできる。3つ回せんねん。1個ずつしかできないと思ってた。1店舗につき1個やねん。ああ、そういうことか。お金が今までなくて、そんな選択肢もなかった。そう、なかったよ。俺たちは1個回すので精一杯やったんや。それが今や。お金もりもり稼げるから。いいね。ハンバーグしか提供してないから、オーダーのミスもきっとないだろうな。ないやろな。個数のミスぐらいや。どのタクでいくつって覚えとくだけだもんな。うわぁ。どんどん来るな。興味ないってお前らなんかに。あ、もう全然問題ないです、全然問題ないです。今日だけで200万稼いでる方法完成したわ。バビーン。ごっついハンバーグ。お、え、え、いやー、これいいやん。まあ味はもうちょっと欲しいけど。いや、でも勝負かけれるかもしれんぞこれ。ダメ押しで味上げてえな。味上げんのどうしたらいいんやろ。じゃがいもバターで、おおお、香りが爆上がりしたんで。あ、そっか、ステータスが100マックスで、うん、黄色いところが上がるんだよね、その食材によって。そうそうそう。で、赤色が下がるんや。ほら、数値で見たら塩が割といいでしょ。よくわからんが頭も良くなるし。これでいこうか。行きましょう。ここに気づくまでに10年かかったんや。難しいね、もう。